はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、車線制限の中の臨地車線制限、これを解説させていただきます。これは前回お伝えをした道路車線制限と似たような制限です。道路車線制限については道路の日照確保、これを目的としていました。で、今回の臨地車線制限は道路ではなくて臨地、隣の土地の日当たりだとか風通し、これを確保する目的なんだということで、日照確保、通風確保の、対象となるもの、これが道路なのかそれとも臨地なのか隣の土地なのかの違いです。ただ、細かいところで言うとちょっと違いがあるんですね。ルールについて違いがあるので、その点を解説していこうと思います。まず自分の土地がありました。で、臨地、隣の土地がありました。この場合どのような制限があるかというと、まず隣の土地と、自分の土地のこの境界ですね、ここから20メーターもしくは31メーター上に上がります。で、ここから傾斜角1行って 1.25 上がるこの角度、もしくは1行って 2.5 上がるこの角度、この斜線で制限がかかってくるんですね。なので、この角度を超える建物ですね。こういった建物。こういった建物は建てることできませんよってことですね。ここの間、これよりも下ですね。これよりも高さが低い建物を建ててください。つまり、この赤線の内側で建物を建ててください。というのが臨地斜線制限です。斜線制限っていうのは、高さを制限する。斜線を使って、斜めの線を使って高さを制限するもんなんだってことですね。で、この数字ですね、細かい数字については、宅建レベルでは覚えなくても大丈夫です。で、一応ですね、解説しておくと、住居系の用途地域、例えば中高層住居専用地域だったりとかですね、住居地域とか、そういったところについては、まず基準となる高さは20メーターです。20メーター上がって、で、傾斜角は 1.25 が使われますので、1メーター行ったら 1.25 メーター上がったところ、ここをこう線で結ぶ感じですね。2メーター行ったのであれば 2.5 メーターですね。の角度。これが傾斜角になってきます。斜線制限の傾斜角ですね。1行って 1.25 上がると。で、一方で、上記外の用途地域、例えば近隣商業地域とか工業地域とかですね。については、基準の高さが31メーターです。31メーター上がって、傾斜角は 2.5 を使うので、2メーター行ったら5メーターのこの角度ですね。これを結んだ角度。これが傾斜角です。なので、住居系の用途地域が、これぐらいだとしたら、近隣商業地域とか、住居系以外の用途地域についてはそれよりも、傾斜角がこうきつくなる感じですね。なので、より高い建物を建てることができるよってことですね。この基準の高さを見ていただいてもわかると思います。住居系の用途地域は、高さ20メートルのところからも斜線制限かかってくるんですけども、それ以外の近隣商業地域とか工業地域とかっていうのは31メーターまで上がって、そこから斜線制限かかってくるということなんで、そこから見ても住居系の方が制限、高さ制限厳しいんだな、斜線制限厳しいんだなってことがわかると思います。で、一番重要な部分は今からお話しする内容です。それは何かというと、低層住居専用地域、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、あと田園住居地域、これについては臨地斜線制限は適用されないんですね。適用されません。で、これなぜかというと、低層住居専用地域と田園住居地域っていうのは、この臨地斜線制限より厳しい高さ制限があるんですよ。それは10メートルもしくは12メートルの高さ制限があるんですね。だから、もう元々この10メーターもしくは12メーターよりも高い建物建てちゃダメですよっていう制限があるわけなので、あえてこの臨地斜線制限、こんな制限使わなくてもいいわけですよね。なぜなら、もうそもそも高さ制限でこれよりも10メーターもしくは12メーターよりも高い建物建てちゃダメですよっていうことだから、これよりも低い建物しか建てられないんですよ。となってくると、この斜線制限ってもうあまり意味ないですよね。なので、低層住居専用地域と田園住居地域については臨地斜線制限は適用されませんよということです。この点ですね、すごく重要な点なので、ぜひ頭に入れていただければと思います。で、弊社レッドスは無料の相談を、受けております。勉強の仕方だったりとか、勉強時間の作り方、そういったものがわからないっていう方はぜひですね、
概要欄の方にお問い合わせのページのリンク貼ってありますので、そちらからぜひご連絡いただければと思います。無料なんでぜひお気軽にメールいただければと思います。で、細かい問題の解説とかについては個別指導の受講生さんのみ解説しておりますので、その点はご了承いただければと思います。勉強の仕方を間違えなければ宅建試験は1回で合格できる資格なんで、次の試験で宅建合格を目指しましょう。